生きるために必要なもの、お金が怖い。そんなお金恐怖症の男が何にもない過疎の村にやってきた。一銭も使わないで生きていくためにここに来たんです。いろりがあっても薪がいる、薪川にも地ぬがいるべ。地ぬ、銭だ。あの人ケチなの？携帯教えてくれる？捨てました、電気は使いません。お飯食うぞ。触れない、使えない、欲しくない、ヘタレな男の田舎生活、果たしてどうなる？ジヌよさらば、カムロバ村へ。おめえ、バカなの？